菊川市で昨夜から大規模な断水や水圧の低下が発生し、現在もおよそ6700世帯に影響が出ています。排水管からの漏水が原因とみられていますが、復旧のめどは立っていないということです。断水や水圧の低下が発生しているのは、菊川市の川城地区、6号地区、西方地区のおよそ6700世帯です。市は今朝から給水場を3カ所設置しましたが、供給が追いつかない時間帯もあったということです。昨日の夜10時20分ごろ出したら、もう茶色い水が出てて、いつもだったらもっと、この倍ぐらい出る。市によりますと、菊川市和田の八王子排水池から各世帯へ水を供給する排水管で漏水しているとみられますが、原因の特定に至っておらず、復旧のめどは立っていないということです。市は原因の特定を急ぐとともに、一刻も早い復旧に向けて作業に当たりたいとしています。